い、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけど、こちら、ミツカン、ごま豆乳の鍋でございます。ごま豆乳鍋ね、ミツカンの。これね、15年ぐらい前に食べたんですよ。ですごい美味しいなと思って、でそれ以来食べてなかったんだけど、いまだに売ってるんだなと思って、今日はね、このごま豆乳鍋を食べたいと思います。うわ、寒いからね、鍋で温まろうっちゅうね、まあ、煮るだけで楽だし。さーて、とりあえず予想、腹減った。これなんかね、あのラジオか何かでね、あの伊集院光さんっていう人が美味しいって言って、なんか人気が出た。確か15年ぐらい前にね。で、それでマークも食べたんだ。でも鍋の素でこの十何年もずっとね、あの変わらず売ってるって本当珍しいよ。なかなかないよ。あー、美味しそう。乾杯。ああ、おいしい。では早速あの スープからいただきます。ああ、もう抜群にうまい。ごまの風味と豆乳と、ちょっと多分鶏ガラベースなんだろうねこれね。熱そうだな。あー、おいしい。やっぱりおいしいわ。うん、素晴らしい。鍋の素もね、たくさんあるよね。悩んじゃうね。でもこれは本当古くからある。やっぱ売れてるからだと思うけどね。これ お漬物もう食べとこう。あー、うまっ。今年もあと3週間でございますね。皆様におかれましては、まあ、ご多忙だとはご存思いますからね。もう今年も本当ありがとうございますね。本当今年もと、まだ今年あるけどさ、3週間くれぐれもあのご自愛くださいますように。なんか また増税するとかってね、言ってるね。防衛費で1兆円だった。でもいらないと思うんだけどな。うん、1兆円はつだって、中国とかの国防費とかってさ、もう25兆円とか26兆円とか、もう30兆円に迫る勢いでしょ。それで日本が今時さ1兆円増やしたからって何なんだっていう話だと思うよ。
意味が分かんない。日本が防衛費増やしたら向こうはさらに増やすんだ、そんな板自国家じゃんね。これあの明日の朝ごはんも兼ねてるから、明日の朝ごはんも兼ねてるから全部食べないよ。明日の朝ごはんもちゃんと取っとっとかないと。おいしいおいしいって全部食べちゃった。朝起きて作んなきゃいけない。航空自衛隊が航空宇宙自衛隊に名前を変えるそうだ。航空宇宙自衛隊、まああの衛星とかね、そういうのは感心したりするっていうところで解明なんだろうけど、実はもう政府が地球外生物、地球外生命体を確認してるのかもしれない。ね、もう SF の映画みたいだよ。でもね、地球にね、こうやって人がいるんだからね、地球以外のところに何かいたっておかしくないっちゃおかしくないんだから、まあ、そりゃそうっちゅう話なんだ。民間のロケットが宇宙、月に行くとかさ、すごいね。日本のね、会社でしょ。これがね、ホリエモンの会社だったらね、よかったんだけどね、違うみたいな。あー、おいしい。どことなくなんかシチューみたいな感じをするよこれ。うん。ああ。うちやっぱ小食になったな。前はもうこんな鍋なんかもう一回、もう一晩でこれ全部、この中身全部食えてた。だって、去年さ、この鍋で牡蠣のさ、鍋とかした時、全部食べたもんね。食べたような記憶がある。お腹いっぱい。年だ。日曜日だからかな。これ土曜日だったら食えたかもしれない。サザエさん、塩昆布。だからやっぱこれ美味しいわ。美味しい。これは明日のね、朝ごはんで食べたいと思います。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。